皆さんこんにちは茨城オンンライイススタタディイバスタの時間ですこの動画は小学校4年生の社会「水はどこから」の学習第1回目の内容です社会の教科書とノートを用意しましょう本日の授業は「1日に使う」 水の量を調べようです。では、始めましょう。一度動画を止めて。教科書の五十二ページ、五十三ページを開き。読んでみましょう。 今日の課題は私たちは暮らしの中でどのようなことにどのくらい水を使っているだろうです早速ですが質問です皆さんは普段自分の家でどんなことに水を使っていますか動画を止めて思いつくことを ノートに書いてみましょう。書くことができましたか。そうですね。例えば、食事に使われますね。その他にも、お風呂やトイレ、洗濯など、さまざまなところに水が使われていますね。では、実際に皆さんの家では。 どのくらいの水が使われているか、花子さんの家の例を見てみましょう。まず、丸 ① から順に見てみると、トイレや飲み水など、1人では62リットルの水を使っているようです。花子さんの家は4人家族なので、4人の場合には248リットルになりますね。その他に、お風呂や料理、 洗濯など家の人が共通して使う水の量が264リットルになり合わせると512リットルとなります家で使われる水は飲んだり料理に使ったりする水よりもお風呂や洗濯など汚れを落とすのに使う水の方が多いことがわかりますねどうですか自分の家だけでも これだけたくさんの水を使っているのですから、学校ではもっとたくさんの水を使っているのかもしれませんね。それでは学校の水道の使用量を示した検診表を見てみましょう。一度動画を止めて書いてあることを見ながら気づいたことをノートに書いてみましょう。 書くことができましたか学校には大勢の人がいるので、家よりもずっと多くの水が使われていますね。もう一度学校の水道の検診表を見てみましょう。よく見てみると、花子さんの家と学校では使われている水の量の単位が違います。学校の検診表には、 立方メートルという単位が使われています。縦、横、高さがそれぞれ1メートルの容器に入る量を1立方メートルといい、このように書き表します。1立方メートルは、リットルで表すと、1000リットルと同じ量になります。ですから、 学校で使った水の量443立方メートルは、リットルに直すと44万3000リットルということになります。学校には大勢の人がいるので、家よりもずっと多くの水が使われていますね。それでは、茨城県で 一年間に使われる水の量はどのくらいだと思いますか。茨城県では一年間に三億一千八十四万三千立方メートルも使われています。この量は一体どのくらいになるのでしょう。例えば学校の二十五メートルプールのいくつ分になるか。 なんと。八十六万三千。四百五十三個分です。驚きましたね。それでは。今回の課題の。まとめです。私たちは。家でも。学校でも。さまざまな場面で。たくさんの水を使っている。 ということがわかりましたね次に今回の課題の振り返りをしましょう動画を一度止めてノートに今回の課題で分かったことや気づいたこと考えたことを書いてください 続いての学習に移ります教科書とノートそれぞれ次のページを開きましょう前回の学習では私たちは家でも学校でも様々な場面でたくさんの水を使っているということを学習しましたね今回の学習では学習問題を作ります では一度動画を止めて教科書の54ページ55ページを開き読んでみましょう今日の課題は「学習問題を作り学習の見通しを立てよう」です。 早速ですが、もう一度動画を止めて、前回の学習で疑問に思ったり、知りたいな、もっと調べたいな、と思ったりしたことをノートに書いてみましょう。なぜ、どうして、どこから、誰がどうやって、この4つの項目に沿って考えてみると書きやすいと思います。 書くことができましたかそうですね。なぜたくさんの水を使うことができるのかどうしていつでも水が使えるのかどこから水は送られてくるのか誰がどうやってきれいな水にしているのか皆さんの疑問は大きく分けるとこのような4つにまとめられるのではないでしょうか それではこれらの4つの疑問をクラスのみんなで考えていく学習問題にするために1つの文にまとめ表してみましょうみんなで作った学習問題は「私たちが暮らしの中で使っている水はどのようにして送られてくるのだろう」にまとめられました。 それでは学習計画を立てていきましょう。一度動画を止めて、調べることと調べ方について自分の考えをノートに書いてみてください。書くことができましたかそうですね。例えば調べることでは、水道管をたどるとどこへつながるのか。 水道水はどうやって作られているのか。水がなくなることのないようにするための工夫ということが挙げられます。また、調べ方では、資料や地図帳などを使って調べる方法や、水道水を作る施設を実際に見学する。水道水を作る施設の方から話を聞く方法があります。 それでは今回の,まとめです今回の学習では私たちが暮らしの中で使っている水はどのようにして送られてくるのだろうという学習問題を作り調べること調べ方について今後の学習の見通しを持つことができましたね。次に今回の課題の振り返りをしましょう。 動画を一度止めてノートに今回の課題で分かったことや気づいたこと考えたことを書いてください。最後に今日の授業の全体のまとめです。今日の授業では私たちは家でも学校でも様々な場面で たくさんの水を使っているということを学習し、それをもとに私たちが暮らしの中で使っている水はどのようにして送られてくるのだろうという学習問題を作ることができました。次の時間からは学習計画に沿って調べていきましょう。これで今日の授業を終わりにします。ありがとうございました。